10年後の私にタイムカプセル。今何をやってるかというと、この間、交換した原付のマフラーを、ゴミで捨てようと思ってね、それで細かく切断している最中、ただその作業の模様を撮っている、ただそれだけです。マフラー切れました。これで、金属片ということで捨てることができると、まあこういう動画でしたね。10年後の私にタイムカプセルということでやっているこの動画ですが、本日は2022年1月の6日です。雪が降っています。10年後の私は元気にしているでしょうか。ということで今日の動画はここまで。それじゃあバイバイ。